はい、サニちゃんです。今日はシルバニアファミリーのキッチンコンロシンクセット、こちらを開封していきたいと思います。はい、ではですね、箱がまずこんな感じでですね、使用例の写真がですね、横こんな感じで載ってますね。下食洗機があるんですかね、これおしゃれですよ、すごく。はい、後ろと横、はい、こっちセット内容ですね。こちらコンロユニットですね。コンロの方とここコンロがあります。で、こちらがシンク、洗えるやつですね。流しがあります。そんで、まあ、鍋の蓋と鍋とフライパンで、フライ返し、お玉、木べら、包丁、あとまな板、そしてグラタン皿2枚とコップが2つ、あとですね、これ調味料入れって書いてますね。こちら2つありますね。はい、こんな感じですよ。はい、では開けちゃいましょう。はい、よいしょ、いけるかな、よいしょ、ね、あれからちょっとうどんくさくてごめんなさい。よいしょ、開けましたよ。はい、じゃん、じゃん、はい、なんかね、こんな感じ、こんな感じで入ってましたよ。はい、ちょっと出しちゃいますね。はい、これね、これね、上下に切ると、あ、これついてるやつなんだ、このね。で、箱が2つ、これがちょっと、で、で、じゃーん、あれですね、メインのシンクと、こちらがコンロ、調理台ですね。調理するとこです。じゃあ開けていきましょう。はい、なんかね、すごいね、ドキドキしちゃうよね、開封するの。よいしょ、はい、出ました。はい、もう一個出します。よいしょ、よいしょ、なんかあれですかね、バリバリ言うのうるさいですかね。はい、で、これかわいいですよ、すごくね。これなんか、あ、飛び散りそうですよね。あ、大丈夫だった。はい、こんな感じで、かわいいですね。はい、こんな感じ。はい、そんで、これですよ、問題はこれですね。これニッパーとかあった方が綺麗にできますかね。なんかどんくさいんでね、私がね、あんまり綺麗になんか切れない気がするんですよね、こういうの。大丈夫かな、この私でもいけるかしら。これくっついてるんですよね、これ。まあ、ねじったりしたら取れるんだと思うんですけど、こうやってね、これ取れました、取れましたね。これ蓋、こうやってねじったら取れますけどね。ね、これでもあれですよ、綺麗にね、取れたらいいんですけど、ちょっと、まあ、でも簡単に取れるようにはすごくなってますね。よいしょ、これ、よいしょって、ほら、ちょっとねじったらね、すぐ取れるんですね。でもなんかちょっとこういうとこ気になる人はですね、あのサンドペーパーとかでね、ちょっとシュッてやると綺麗かなって、チクチクしないかなとは思いますけどね。はい、でも、まあ、でも比較的結構ね、これ綺麗に見えますかね、結構綺麗に取れますね。ここ問題はこれねじ、斜めにこうやってねじったらいいのかしら。あ、取れましたよ。あ、できました。このどんくさい私でもですね取れましたね。こんな感じですよ、取れました。そして難しいね、これ、ね、これがあるからちょっとあれなのかしら。こうやってポンってポッて
これポンってしつこい？しつこいかしら。なんかね、これね、二つあるんですけどね、これ調味料入れ、ね、蓋がこうやってほらついてるんですね。これ楽しいですよね。これこういうちっちゃいのね。で、まあコップが二つついてましたね。はい、こんな感じですね。はい、ではこれをよいしょ、はい、よいしょ、どんな感じで並べますか。皆さんのね、夢のキッチンどんな感じですかね。とりあえずここにお写真あるので、なんかちょっとお写真通りに並べてみようかなとか思っちゃいますね。こんな感じにしてみますね。こんな感じにやってみますよ。はい、まずはフライ返しとお玉。あ、すごいなんか触り心地がいいですよ。なんていうんだこれ、なんかね、なんかプラスチックじゃない、ん、プラスチック、なんかゴムっぽい、プラスチックなのに触り心地が、あ、でもこれ柔らかいのね。これこれってことはゴムなんだ、そういうことね。でここにお玉も入りますよって。はい、そんでキベラちゃん、キベラちゃん、キベラちゃんを、よいしょ、入った。どうですか、こんな感じですよ、おしゃれさん。で、お鍋と蓋ね。これお鍋と蓋の色がね違うって、なんかすごい綺麗ですよね。かわいい、センスいい、センスいいお家ですよね、このね、キッチン。センスのいい誰かが住んでるんですね、これきっとね。シルバニアのファミリーの誰かちゃんがね、かわいく住んでるんですね。これフライパン、こっち向きの方が落ちないのかしら。これがいいね、こんな感じ、こんな感じですよ。はい、それでフライパンの後はこれまな板ですよ。まな板をここに乗せますね。まな板乗せます。そしてもちろんですね、まな板の上には鉢置きますね。そしてこれグラタン皿、グラタンのお皿ですって、を2つ、はい、よいしょ、よいしょ、はい、よいしょと乗せました。はい、でその隣にこれはコップですね。コップ、あ、よいしょ、あ、コップを、あ、よいしょって感じですか。倒れそうですよ。そんでこの端っこの棚に、あ、よいしょってこうね、調味料を入れて、よいしょ、これ結構な、これ難関ですよ、結構大人の手では、よいしょ、あ、かわいいですよ。でも、はい、なりました、完成。これね、お写真と同じ感じに出来上がりました。はい、ではですね、どうしますか、誰に住んでもらえますかね、このキッチン、このキッチンはどなたに使っていただいたらいいのかしらね。そうですね、あ、じゃあこの、はい、よいしょ、イクメンパパがですね、子守りしながらこうやって、ってシチューはできたかな、ね、ママが出かけてるから、なんかちょっとパパが洗い物してシチューを、ね、作ったんだよって言いながらです、ね、なんかちょっと猫猫の毛がいっぱい出てるかしら。ごめんなさい、黒猫ちゃんのね、ほんとホコリ問題って結構ね切実ですよ。はい、切実、ごめんなさいね、切実な問題です。はい、ちょっとパパ立っていただいて、これね、で、ね、シンクのここ、あ、ここ、あ、ちょっと待って、動いちゃう、この下がこれね、素晴らしいですよ。これここ食洗機になってるんですよね。なんかここに食器とか入れて洗えちゃうんですよ、こうやってこういうのポーンってポーンって入れてね、こうちょっとママがいないうちにね、パパがちょっと食洗機でこう洗い物しちゃおうかなとかですね、できるんですね。でこれ下開くんですか、あ、開きました、開きました。これね、下オーブンですわ、これ
オーブンがパカッて、かわいい。これ何焼きましょうかね。やっぱり、あ、そう、グラタン皿ついてるんですから、グラタンかな。そんな感じですかね。かわいいですよ、ね、はいね、これ黒猫パパお似合いですよ、キッチンにパパ、はい、こんな感じですね。はい、ということで今日はシルバニアファミリーのキッチンコンロシンクセット開封しました。急にですね、なんか飛び入りさんかな、ね、白猫さんがおりますけれども、はい、こんな感じで開封動画やってます。ではサニちゃんでした。またねー。